はい、お題レコード様子管理人と、ジャスト水野です。はい、ジャスト水野ということで、はい、最近ちょっとジャスト水野さんですよねみたいなそうですね言われてるっていうちょっと徐々にですね知名度が、そうです、ジャスト水野としての知名度が、ジャスト水野一人歩きみたいな感じですよね。はい、はい、まあそういうわけでいつもご覧いただいてありがたい限りだなというふうに思うわけですが、今日の製品はこれはちょっと DJ 機材の域をですね、はい、超越した、はい、もう NASA もびっくりという製品をご紹介させていただきたいなというふうに思います。ちょっと早速やってみましょうか。はい、前回ですね紹介した PRJ1 っていう3話サプライ、はい、3話サプライ DJ 機材メーカーじゃないですけどね、3話サプライから出たプロジェクターですね、ミニプロジェクター、それがだいぶ進化しました。どれぐらい進化したかっていうと説明書ありますかですねなんとかルーメン、なんかね、とにかくなんか10倍ぐらい明るくなった。これですね。はい、最大85ルーメンということでね、って言われても分かんないですねこんなもん。分かるよね、書いてほしいな。とにかく前回の PRJ1 よりも10倍ぐらい明るくなったということで、もう本当にもう眩しすぎるぐらいの強大なパワーを誇るもう進化を遂げたと。はい、いうことで、はい、もうここ数年やっぱりもういいかやりますかはい、ということでこれです。じゃあちょっと今日はカメラマンジャックですけど、フューチャリングジャックということで、はい、これですね。はい、こういう製品ですと。で、足もついてますね、これこういう感じで。なんとここに複雑なレバーがついていて、もうこのようにですね、こういう感じであらゆるところに対応してます。好きな角度でご覧いただけるということです。で、今回からですね、なんと HDMI、 これですね、はい、 HDMI に対応してます。しかもこれ金メッキですよ、これ18金ですかね、わかんないですけど金メッキのプラグです。はい、さもハイクオリティのかのような、はい、まあ、実際は分かりませんけど、まあ普通に映ります。はい、という感じですね。で、 PRJ さんと言います、モバイルプロジェクターね。はい、ということで、接続はですね、パソコンいけます。パソコンいける。はい、あと iPhone ですね、もういつものおなじみのこれですね。こっちですね。はい、こっちですか。それと、DVD、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機なんかもいけますね。みんなでウィニングイレブンとかっていうスポーツバーでよくある感じの、そういうこともできるということです。はい、じゃあ、とりあえず、どれぐらい進化したかっていうのを、はい、ちょっと今から洋塚管理人が、この iPhone でちょっとチェックしてみたいなと思います。HDMI の端子がないですよね。賢明な視聴者さんは気づいたと思うんですけど、これどこにも刺さらないわけですよ。はい、で、このですね、アップルで売ってるなんとかアダプター、はい、何だったっけ、ですね、何かっていうと、アップルデジタル AV アダプター、これをここの HDMI に挿してください。カチャンと、はい、挿しました。で、これでもつけていただければ大丈夫です。で、やり方は簡単です。まず、アダプターがいりますね。アダプターがいります。アダプターに入れて、ここの電源をつける。はい。で、ジャスト水野くん、電気をお願いします。電気がないと動かないよ。こうやって光ります。はい。こういう感じで、はい、未来系な感じですね。はい、で、もうですね、あとはこうやって刺す、こうやって刺します。はい、もうこれで準備 OK。 ちょ
ちょっと天井に映してみようか。はい、電気消しました。はい、あ、もうこうやって陽介管理の YouTube が、陽介管理の YouTube じゃないですけどこれでですね、ちょっとじゃあおたれこのあのチャンネルを見てみようかなということで、あ、これ懐かしい、去年の夏にやったやつです。なんと このように天井に映ります。どうですか皆さん、これちょっとごめんなさい、適当にやってるんで、あ、角度とかはあの変な感じですけど、あのそれ許してください。ちょっと台形な感じになってると思うんですけど、じゃあちょっとこれで鳴らしてみますね。はい、ほらほら映った、ほら映った。はい、どうですか、相当どうですか、ジャスト水野くん、すごい綺麗に映ってますよね。これ結構本当にテレビですよね、完全に。うん、しかもちょっと動画で見ると分かりづらいかもしれないですけど、うん、結構大きいですよね。結構でかいですね、はい、うん、で、これ距離を、え、今はテーブル、今テーブルで、あ、今止めました、テーブルで、天井に移してるんですけど、距離を取ってもらえばもっともっとでかくなります。今度遠い面の壁に移してみますけど、このように、ちょっとごめんなさいね、こんな感じで映るんかいな、これ一応映ってる。はい、こんな感じで、ちょっと時計とかがあるんでそれ気にしないでください。こんな感じででかくも映ります。これ何インチぐらいなの、すごい大きいよね。めちゃくちゃ80インチぐらいなの。うん、っていう感じで、これだけでもうすでにホームシアターが楽しめる。はい、で、ちょっと戻します。もちろん、普通のですね、YouTube、これどうやってやるんだろう、 YouTube、もう一回やるか。YouTube で検索したいんだけど、あー、できた、できた。これでですね、もうこのような感じで、陽介管理人ですね。はい、こんな感じで動画をご覧いただきありがとうございます。ということで、はい、今日はですね、改めて見るとふざけた野郎ですねはい、という感じで、できるという感じです。じゃあちょっと一回電気をつけて明るくします。はい、というのが基本機能になります。基本機能